画像は北原里英と俳優の旦那、笠原秀幸、元 AKB48 及び NGT48 メンバーで、指原里乃さんたちと同期の北原里武さんが、10日に第一子を妊娠していることを発表しました。北原里武さんは、自身の SNS で現在安定期に入っており、年内に出産予定であることを報告しました。子供の性別はまだ公表されていません。 画像は北原里映が第一子妊娠報告のコメント全文。北原里岳さんの夫で俳優。笠原秀幸さんも SNS を更新し、北原さんの第一子妊娠を報告。夫婦とももとても感謝しており、穏やかな日々を過ごせるようサポートすると述べる。画像は北原里映の夫。笠原秀幸が第一子妊娠報告コメント画像。 北原里岳さんと笠原秀幸さんは、共通の友人である女優、松本まりかさんからの紹介で知り合い、3年の交際を経て、北原さんが30歳となった2021年9月に結婚を発表しました。笠原さんが告白し交際に発展し、2018年に週刊誌、フライデーで熱愛がスクープされ、交際が明らかになりました。 北原里栄笠原秀幸に熱愛同棲スキャンダル結婚前提交際で2年後に入籍へ2人は報道時点で同じマンションに同棲中だったその後順調に交際を重ねて結婚し結婚から1年半後の昨年3月に結婚式を挙げた北原里武さんは笠原秀幸さんと結婚してから仕事で既婚者や母親役を演じる機会も増えています 最近のインタビューでは、子供好きなことから母親役を演じるのは嬉しいと語っていました。また、プライベートでもいつか子供を欲しいと思っています、と出産願望を明かしており、喜びもひとしおかと思います。結婚して3年で第一子を授かり、今後も体調を見ながら仕事を続けていく予定です。健康管理に気をつけながら、無事に健康で元気な赤ちゃんを出産してもらいたいです。 元 AKB48 でタレントの北原里栄が11日、インスタグラムで、第一子妊娠を発表した。私事で恐縮ですが、この度、第一子を妊娠いたしました。出産は年内を予定しています、と報告。現在安定期に入り、日々大きくなっていくお腹と、少しずつ分かり始めた胎動に幸せを感じております、と心境を明かした。 お仕事の方は、体と相談しながら、できる範囲で続けてまいります。家族が増えるその日まで、体を大切に、穏やかに過ごせたらいいなと思っております。そして無事にその日が来ることを、夫婦ともども心から楽しみにしています、と綴っている。北原は2021年9月、俳優の笠原秀幸との結婚を発表。笠原も X を更新し、この度、 妻のお腹に新しい命を授かりましたと報告この奇跡に夫婦とももとても感謝しておりますテレビ朝日北原里映画第一子妊娠を報告しました2021年俳優の笠原秀幸と結婚した北原彼女は自身の SNS アカウントを通して出産は年内を予定しています現在安定期に入り日々大きくなっていくお腹と 少しずつ分かり始めた態度に幸せを感じておりますとコメントしています。北原は2007年に AKB48 に5期生として加入し、2015年に NGT48 に移籍し、グループの初代キャプテンを務めました。2018年4月に NGT48 を卒業してからは女優として活躍しています。11日、元 AKB48、 NGT48 のメンバーで俳優の北原里武さんが自身のインスタグラムで第一子の妊娠を公表しました北原さんは私事で恐縮ですがこの度第一子を妊娠いたしました出産は年内を予定していますと公表現在安定期に入り日々大きくなっていくお腹と少しずつ分かり始めた胎動に幸せを感じております 安堵と期待を明かしています仕事は身体と相談しながらできる範囲でとしており家族が増えるその日まで穏やかに過ごせたらいいなと思っておりますとフォロワーたちに対して優しく見守ってほしいという素直な思いを明かしています北原さんは先月29日に自身のロングヘアを4 0センチメートル切ってヘアドネーションしたことを明かすなど 直前まで様々に活動。2021年9月29日には俳優の笠原秀幸さんとの結婚をインスタグラムを通じて投稿 TBS ニュース DIGPOWERED byJNN 元 AKB48 の女優北原里映が11日自身のインスタグラムで第1子妊娠を発表した北原は私事で恐縮ですが この度、第一子を妊娠いたしました。出産は年内を予定しています。現在安定期に入り、日々大きくなっていくお腹と、少しずつ分かり始めた胎動に幸せを感じております、と記した。さらに、お仕事の方は、体と相談しながらできる範囲で続けて参ります、と説明。家族が増えるその日まで、体を大切に。 穏やかに過ごせたらいいなと思っておりますそして無事にその日が来ることを夫婦ともども心から楽しみにしています今後ともよろしくお願いいたしますとつづった北原は2021年に俳優笠原秀行との結婚を発表した中日スポーツ元 AKB48 メンバーで俳優の北原里武さんが第1子を妊娠したことを自身の SNS で報告 出産は年内予定。安定期に入り。妊娠を喜びつつ仕事も続ける考え。夫は俳優の笠原秀幸さんと共に新たな生命を感謝。北原さんと笠原さんは、2021年9月に結婚したことを明かし、温かく見守っていただけることに喜びを示しています。元 AKB48 の北原里映が11日、X を更新。 第一子妊娠を発表した。北原はご報告ですと綴り、私事で恐縮ですが、この度、第一子を妊娠いたしましたと記した。続けて、出産は年内を予定しています。現在安定期に入り、日々大きくなっていくお腹と、少しずつ分かり始めた胎動に幸せを感じていますと喜びを示した。また今後については、お仕事の方は、 体と相談しながら、できる範囲で続けてまいります、と伝えた。そして、家族が増えるその日まで、体を大切に、穏やかに過ごせたらいいなと思っております。そして無事にその日が来ることを、夫婦ともも心から楽しみにしています。今後ともよろしくお願いいたします、と述べた。北原は2021年9月に俳優の笠原秀幸と結婚したことを発表している。 トースポウェブ元 AKB48 で女優の北原里映が第一子を妊娠し SNS で報告出産は年内を予定2021年9月に俳優の笠原秀幸と結婚現在安定期に入り日々大きくなっていくお腹と少しずつ分かり始めた胎動に幸せを感じているとコメント仕事は体調と相談しながら続ける以降 家族が増えるその日まで、体を大切に、穏やかに過ごせたらいいなと思っている。そして無事にその日が来ることを、夫婦ともども心から楽しみにしている。と述べた。2024年7月11日、北原里武さんが自身のインスタグラムで第一子を妊娠したことを報告。出産は年内を予定しており、安定期に入っているという。 お仕事の方は身体と相談しながら続けていくとのこと。家族が増えるその日まで体を大切に過ごしたいとコメント。仕事を体と調整しながら可能な限り続けていきます。家族が増えるまで体を大切にして穏やかに過ごしたいと思っています。